全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画を撮影しているときは月の最後の週です。月末ということは、私たち全国障害年金パートナーズは障害年金の請求手続きに追われる時期です。昨日は府中の年金事務所に行って6名分の障害年金の手続きを行いました。さすがに一度で6名分は受け付けてくれず、途中で受付まで戻されて再度順番待ちをして手続きを進めるといった流れです。年金事務所に3時間ほどいたでしょうか。そして今日は世田谷の年金事務所に行って3名分の障害年金の手続きです。ちょうど混んでいるタイミングだったようで、待ち時間だけで2時間ほどかかりました。でも無事に障害年金の請求手続きを行うことができました。私は運動も兼ねてロードバイクで年金事務所に行っているのですが、世田谷年金事務所はうちから30分、府中年金事務所は50分ほどかかりました。次は杉並年金事務所に行ってみたいと思います。まだ世田谷に引っ越してさほど経っていないので、知らない道をロードバイクで颯爽と走るのは楽しいものです。忙しさの中にも適度な運動と楽しさを取り入れるのが重要ですね。とりあえず今月分の障害年金の請求は全て終わりました。一件だけ添付書類の関係で月内に間に合わなかった案件がありますが、こちらも準備ができ次第スピーディーに進めていきます。現在障害年金の書類を提出して審査中の案件が30件、書類提出前の案件が30件ある状態です。うつ病の障害年金なら全国障害年金パートナーズ、このように認識してくれる人が増えたように思います。今年も大きな変化を遂げて、より一層うつ病で苦しんでいる人の助けになりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。